チャッキー王子の大怪獣映画館、金星より2000万マイルでございます。はい。えー、見てない方、これから見る方はブラウザーバックよろしくお願いします。え、は、い、ご機嫌いかがですかチャッキー王子です。はい。今日は金星より2万マイルですね。これね、カラー版とモノクロ版がございまして、えっ、ー、と、DVD は2種類出てると思います。はい。えっ、ー、と、金星ロケットが持ち帰った小さな竜。 イーマ竜って言うんですけどもそれが巨大化して、えー、とローマで暴れまわりますで象と戦ったりとかですね、えー、まあローマのコロッシアムでね、えー、戦ったりとかね結構大暴れするレイ・ハリーハウゼンの特撮がピカイチュな感じの、えー、人形アニメになっております、はい、このイーマ竜ね、えー、と結構人気があってですね えー、まああのフィギュアとかにも良くなってはいるんですけども、えーまあ、レイ・ハリーハウゼンの特撮がかなりねうまいっていうか像も出てくるんですけどもその像も人形アニメであの表現しておりますで、えー、結局像は人間の味方なんですけどもイーマリューに負けてしまいますねでイーマリューはあの 大砲とかの攻撃で結局負けてしまうんですけども、えー、金星ロケットが不時着するとこから始まってかなりかっこいい物語になっております。はい、えー、機会があったら見てはどうでしょうか。釈でしした。チャンネル登録よろしく、ね